シリア民主軍の旗シリア民主軍は、シリアの反体制派グループ、約40の組織が参加している。シリア内戦下の2015年10月12日、シリアのクルド人民兵部隊、クルド人民防衛隊を主体として結成。所属組織には、ユーフラテスの火山など、それまで一部と共闘してきた、クルド系、アラブ系、シリア語系キリスト教徒の組織が加わった。 トルコ政府は、イプグをトルコクルド人の非合法組織クルディスタン、労働者等の一派とみなし、警戒している。シリア民主軍は、政府軍を積極的に攻撃しない上に、アメリカから優先的に空爆による支援と武器の供給を受けているため、他の反体制派から反感を持たれている。アサド政権ら党最優先目標に掲げていた、これまでの反政府勢力と異なり、 2013年、移行急速に勢力を拡大したイスラム過激派組織、アイソル討伐を主目標としている。主に、ユーフラテス側伊藤を活動地域とし、2015年10月以降、ロシア軍の支援のもと、アイソルを含めた反政府勢力に対し攻勢に転じているシリア軍とは、活動拠点をことにすることで、相互に不干渉の姿勢をとり、衝突を避けていると思われる。 シリア内戦では、アサド政権が短期崩壊を回避し、戦闘が長期化したことで、反体制派の足並みが乱れ始め、アサド政権と反体制派の対立だけでなく、反体制派間での対立も目立ち始めるなど、内戦の様相は、複数の勢力が複雑に対立し合う構造へと変化していた。その中で、トルコのクルド労働者等の影響を受けた、新興クルド人政党、 クルド民主統一党は、参加の軍事組織、クルド人民防衛隊を駆使して、政府軍が撤退した、クルド人の多い町々を支配した。シリア政府は、ダマスカスやアレッポを中心とした西部の防衛に、集中するために、クルド人との直接対決を避け、PYD もポストアサド政権が、クルド人の権利を保障するか、不透明なため、アサド政権の打倒には慎重だった。これによって、 ムスタファ・バルザーニや、ジャラル・タラバに率いるイラクのクルド勢力の影響を受けてきたフルカブの中小クルド政党は脇に追いやられ、PYD 主導の政治勢力、ロジャバが成立した。2014年、アイソルがロジャバの支配下にある町コバニを攻撃したコバニ包囲戦で、イグップは防衛戦を繰り広げた。隣国トルコの国境沿いで女性やボランティアの戦闘員がいたため、 世界中のメディアに戦闘の様子が報道された。アメリカ軍やイラククルドの支援もあって一プグは勝利し、以降、アイソルに対して攻勢を仕掛けることとなる。PKK と対立関係にあるトルコ政府は PKK の影響を受けたピワイディ中心のロジャバの台頭を警戒していた。また、ロジャバの勢力が拡大し、アラブ人が多数を占める地域も支配するようになったため、 クルド色を薄める必要性が出てきた。そこで2015年10月に PYD と協力関係にある武装組織で連合組織シリア民主軍が結成された。結成当初のシリア民主軍は約5万人の兵力を要し以下の武装組織が参加したとされる。2015年11月にはシリア空爆を行っていたロシア軍機がトルコ軍に撃墜され、 トルコとロシアの関係が悪化した。それに伴い、ロシア軍が親トルコの反体制派勢力に徹底的な空爆を行い、それに乗じて SDF が親トルコ勢力を攻撃し、勢力を拡大させていった2016年6月、SDF はアメリカ軍の支援を受けてアレポ県マンビジの攻略に乗り出した。マンビジはアイソルが支配する都市で、 トルコ国境に近いため、物資が豊富で綺麗な水や電力が供給されていた。外国人戦闘員が多く、ジハーディジョンもかつてこの町に行ったとされる。アイソル側はイラクで、ファルージャの攻防戦に追われており、SDF 数千人とアメリカ軍特殊部隊員200人という圧倒的な戦力での攻撃にさらされたため、敵の快進撃を許した。8月には残っていた。 アイソル戦闘員が撤退し、シリア民主軍が万美実体を占領した。しかし、SDF の大頭はクルドに警戒心を持つ、トルコ政府を刺激した。6月、トルコの大統領レジェップ・タイップ・エルドアンは、前年のロシア軍喜劇追を謝罪し、アサド政権打倒を棚上げして、ロシアと和解した。その上で、親トルコのシリア反体制派勢力と、 トルコ軍による共同作戦、ユーフラテスの盾を実行し、シリア北部のジャラーブルスとアーザーズの間をアイソルから奪い取った。これによってアイソルはトルコ国境から排除され、ロジャバにとってはさらなる精神は不可能になった。2017年6月6日、SDF はアメリカ軍特殊部隊の支援を受けてアイソルのシュトラッカに向けて進行した。それと同日、 アレッポに駐留していたシリア政府軍の部隊も、ロシア空軍の支援を受けて落下へと進軍し、落下まで7 0トルの地点に展開した。同月30日、SDF が先に落下を包囲した。アイソル指導部は、街から逃げ出し、残されたアイソル戦闘員は、各方面から SDF の攻撃にさらされた。SDF は、アイソルが一部を支配する。 デリゾールも攻略を目指し、落下攻略と並行して兵を進めた。デリゾールでは3年ぶりに政府軍が包囲網を突破しており、双方でどちらがアイソルの支配地を占領するかで競争が繰り広げられた。9月には SDF 部隊が初めてロシア空軍から空爆を受けたとされる。同年10月17日に SDF は落下の完全制圧を宣言した。 その3日後には落下の解放を正式に発表した。一方、デルゾールは11月にシリア政府軍によって奪還された。2018年1月にはトルコ軍とその支援を受けたシリア反体制派が SDF の守るアフリーン軍を攻撃し、3月にはアフリーンがトルコ軍に占領された。ありがとうございます。